ビンセント・ジョセフ・デル・ネグロは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。北米男子、プロバスケットボール NBA のシカゴブルズ、ロサンゼルス・クリッパーズの元ヘッドコーチである。マサチューセッツ州、スプリングフィールド出身。身長193センチメートル、体重86キログラム。現在は NBA-TV の解説者。 1988年2巡目29位でサクラメントキングスより指名を受け NBA プレイヤーとなった。2シーズンをキングスで過ごした後サイアントニオスパーズにトレードされキャリアの大半である6シーズンをプレーした。その中で1995から1996シーズンにはデビッド・ロビンソン、エイブリー・ジョンソンと共に全試合に先発出場し、 キャリアハイの1試合平均14.5得点、3.8アシスト、3.3リバウンド、1.02スティールの成績を残している。さらに2シーズンをスパーズでプレーし、1997から1998シーズンには、後にロサンゼルスクリッパーズのヘッドコーチとして対戦相手となるグレッグ・ポポビッチヘッドコーチの下、ティム・ダンカン、スティーブン・ジャクソンと共にプレーしている。 その後ミルウォーキーバックスで2シーズン、ゴールデンステートウォーリアーズで1シーズンプレイし、フェニックスサンズに移籍コイン退した。NBA 通算成績は771試合に出場し1810リバウンド、2484アシスト、576スティール、7038得点を記録している。2008年、コーチ経験のないまま、シカゴブルズの 第17代のヘッドコーチに就任し、デリック・ローズのルーキーイヤーから2シーズン式を取り、ローズを育てつつ、プレイオフに出場を果たすが、名門ブルズにおいては、フロントの評価は厳しく、プレイオフを、ファーストラウンド敗退で終了後に解任された。その直後の2010年、ドラフト年を故障で全休したブレイク・グリフィンの、事実上のルーキーシーズンとなる。 ロサンゼルスクリッパーズのヘッドコーチへの就任要請を受け、ローズに続き、グリフィンの能力をも引き出し、2011から2012シーズンにクリス・ポール、チャンシー・ビラップス、カロン・バトラーの大型補強を行い、カンハレンス第5シードでチームを6年ぶりのプレーオフに導いた。ファーストラウンドでメンフィス・グリズリーズを接戦の末4勝3敗でアップセットし、 カンファレンスセミファイナルで、ポポビッチ率いるサンアントニオスパーズと対戦した。レギュラーシーズン終盤からプレーオフファーストラウンドまで14、連勝という絶好調のスパーズの前に、ビラップスの欠場、グリフィン、ポールの故障をこらえての出場であったものの、あっけなく4連敗スイープされ、シーズンを終えた。デリック・ローズ、ブレイク・グリフィンの潜在能力を開花させたことで、 若手育成能力に定評ができた。イタリア系アメリカ人であり、NBA キャリアの途中で二度、イタリアでもプレーしている。ありがとうございます。